一人でスノーボードに来たんですけど、お友達になりました。やった、友達は、市村フィルの大和です。大和くんと、レーシング。このね、二人がいて、話しかけてくれて、一緒に滑ってくれることになりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。滑ろう。楽しい。滑ろう。イェイ、行こうぜー。です。はあ、綺麗。めっちゃ綺麗。ここが私の生まれた魚沼市です。どこ行くかな。よいしょ。楽しんでるお兄さんがいます。いたいた、大和くん発見。戻ってこれた。結構ね、冷や雪で行っていい場所今ね開けてて、行っていい場所いっぱいあると思うんですけど、結構ねコースの中にもあっちに戻ってきてくださいっていうね指示とかがあるので、そのスキー場のローカルルールにのっとって従って遊んでください。いやスキヤーとかだったらね、もうちょっとあっちに行ってヒュッて帰ってこれるんだけど、スノーボーダーはね、まあ歩いたら戻ってこれるんだけど、この沢を中心に左側を楽しんでます。ほらスキヤーだったらほらあそこからよいしょよいしょって歩いてこれるもんね。午後になって、お昼になってちょっと雪が重たくなってきたけど楽しいです。ヒヒヒ、やってんね、やってんね。楽しんでおります。壁がね、いっぱいあって楽しいんだよね。
人だけど、一人じゃなかった、夢だけど夢じゃなかった一人で来たんですけど、一人じゃなかったです。二人のおかげですごい楽しかった、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ということで、市村フィルムさんの動画は概要欄に貼ってあるので見に行ってみてください。やった、皆さん楽しいシーズン過ごしましょうね。皆さんもスノーボードしたいと思ったら、ぜひいいねと、まだの方チャンネル登録お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。